おはようございます、純也です。いつものコインランドリー行ってきます。本当はですね、昨日行こうかと思ってたんですよ。なんですけれど、昨日はですね、大雪の次の日っていうことで、歩道が凍ってる可能性もなくもないなってことで、結構重たい洗濯物を担いでいるので、滑って転倒しちゃうかもしれないななんてことを想定して、昨日は行かずに今日行くことにしました。ということで、今からコインランドリー行ってきます。コインランドリー到着。それではカメラオフ。さあ、コインランドリー終了。戻りましょう。おはようございます、純也です。ちょっと雲がありますね。ということで、朝ラン行ってきます。いやー、サボりすぎです。サボりすぎ、やばいな、やばいですよ。なぜ2回言うんだろう。まあまあ、とにかくですね、サボりすぎです。ですね、いよいよ今週末ランイベントに出場するんですよ。そのランイベントというのが、西表島の山猫マラソン、そのランイベントに出場します。で、走る距離がですね、10キロなんですよ。いやー、10キロかーなんて思ってて、練習しなきゃななんて考えてはいたんですよ。なんですけれど、この低たらくです。朝ランが全然できてなくて、10キロ走り切れるかどうかすら危うい状況です。やばいなーなんて考えてるんですよね。で、いよいよ今週末10キロ走るんですけれど、まあとりあえず体がなまっちゃいけないななんて思って、今日朝出てきました。いや、それにしても寒いっすね。こうランニングするんで、モコモコの格好できないんですよ。なので割と薄着で出てきてるんですけれど、めっちゃ寒い。あ、そう、それでその寒いに関係するかどうかわかんないんですけれど、西表島の気候も結構こっちとは異なっていて、なんかね、昔の西表じゃないや山猫マラソンのブログとか見ると、気温が20何度ぐらいあるそうなんですよ。まるで夏です、夏。その気候の変わりっぷりも10キロのランニングに影響しそうな感じがしないでもないんで、いや、かなり心配なんですよね。まあ、なんていう脳がけはいいとして、とりあえず走ってきます。いや、ほんとやばいです。とりあえず、とにかく走ります。リキッドルーム、来月何日だっけかな、忘れちゃったけど、来月大好きなルイス・コールとジェネビーブ・アルターディのユニットノーアのライブがあるんですよね。なのでここに来ます。いや、ノーアのライブめっちゃ楽しみ。疲労公園通過。いや、ほんとちょっと今日曇ってますね。と思ったらこっちは結構晴れてますね。太陽のあるあたりが曇ってるだけなのかも。やっぱちょっと曇ってますね。ということで、いつもの国連大学前の広場でゴール。今日の朝ランの結果は、6.07 キロ、時間が35分46秒、1キロあたり 5分54秒といった感じです。だいたい1キロ6分ペースで走ろうと思っていたので、まあまあいい感じですね。ということで、滝富町山猫マラソンに向けての最終になるのかな、最終調整の朝ランニング終了です。いや、疲れました。朝ラン走る前に10キロ走れないかもなんてことを言ってましたけれど、6キロ走ってまだちょっと足が残ってるような気がするんですよね。なので、もしかすると10キロもいけるかもしれないですね、なんて言ってるんですけど、慢心は良くないので、まあまあちょっと慎重に10キロ
走っていきます。